もってみきのすでございます。さあ今回はウルトラギャラクシーファイト運命の衝突公開まであとわずかということで、90年代に発売されましたこちらの装備を紹介していきたいと思います。1番ウルトラマンでございます。90年代パッケージということで、なかなかね、懐かしいと思う方も多いんじゃないでしょうか。ウルトラマン赤い、パッケージとなっておりまして、スチール写真が、これね、やっぱ時代を感じますよね。中のソフビ人形がね、見えるパッケージとなってまして、おもちゃ屋でね、この中の見えるパッケージでも、中のソフビはさ、まだ取れないわけじゃないですか。買ってもらった時にね、いや、早く開けたいなっていう気持ちが本当にワクワクさせられましたよね。横川、ジャガジャンとウルトラマンのスチール写真が載っておりまして、このウルトラマンのスーツいいな、すごい時代を感じる、すごいいいスーツですね。ウルトラヒーローシリーズウルトラマン1番でございます。背面がジャジャジャンとちょっと箱へこんじゃったね。ウルトラヒーローここに集うということで、ウルトラマングレートがセンターにいるというのもすごくいいですよね。ここにいるウルトラマンがもう全員ギャラクシーファイトに出てるっていうのも地味にすごいよね。こちらが背面のお写真、ウルトラマン、そして見平星人が戦っているお写真ですね。身長40メートル、体重3万5000トン、飛行速度がマッハ5、出身地の M78.0 光の国、地球の平和を守るため戦った最初のウルトラ戦士、地球では太陽エネルギーが弱く3分間しか戦えないということで、ウルトラマンでございます。かっこいいですね。ということで中身を見ていきましょう。ということで、初代ウルトラマンがこちらとなります。でん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 、てってれー、てってれーという BGM が歌いたくなってしまいますが、さあ、初代ウルトラマン、つま先から、つま先がこう、シュッと、ちょっと尖った造形になってるんですね。ちょっとこの辺 B タイプ味がありますけれども。こういうブーツ造形なんだな。ここね、こう実はラインができてたりとか、そのブーツ感というか、靴感っていうのが、再現されていたりですとか、ちょっとやっぱ90年代ってことで、完全なデフォルメというよりかは、やっぱこうリアル思考に入ってきたっていう印象がありますかね。ぐーっと上に行けますと、赤い成形色でシルバー塗装されております。この辺の、くるぶしがこう反ってる感じとか、腕がね結構長めじゃないですか。筋肉なんかもかなりこうゴツゴツとしていて、やっぱこの辺は90年代味があるかなっていう印象はあるんですけれども、かなりそれでもですねリアル思考になってきたっていう印象はありますね。はい、赤い成形色がちょっと半透明というか、光に当てるとちょっと透ける感じがしますね。ぐーっと上に行きますとカラータイマルしっかりと塗装されておりまして、いやこの胸筋具合がすごくいいですね。肩幅、胸筋、めちゃくちゃかっこいいですね。ウエストがかなりこうキュッと細くなってるところもめちゃくちゃかっこいいですし、ぐーっと上に行きますと上向いてるね感じの造形になってまして、目が黄色く塗装されております。口もね広く造形されていて C タイプ味のある顔になってますね。ダイヤカット的な造形になってるのもすごく芸コマですし、90年代発売ですけれどもかなり造形がいいですね。まあそのおもちゃ的なちょっとこう可愛らしさも残しつつリアル路線ということで、まあ今でも人気のねソフビだと思いますが、出来はいいですよね。こっかはもちろんフル塗装でございます。かっこいいですね。背筋もピーンと伸びております。しっかりと塗装されておりまして、はぁ肩甲骨のラインとか意外とこの辺細かいなぁ。足元、かっこいいですね。しっかりと造形されております。ウルトラギャラクシーファイトに登場する初代ウルトラマンはね、桜井貴宏さんが演じられるということで、ウルトラマンフェスティバルからね、かなりライブステージとかだと結構桜井さんが演じられることも多くなりまして、ようやく映像作品で桜井さんがね、演じられる初作品になるわけですけれども、桜井さんの中性的な声というか、落ち着きのある、しかも力強さもある声っていうのがめちゃくちゃウルトラマンとマッチしていてかっこいいんですよね。それこそウルトラマンフェスティバルのオールの年ですか、あの年でね、あの宇宙強魔人 Z と戦ってるシーンありましたけども、本当にあのウルトラマンがかっこよくてね、あやっと桜井ウルトラマンが映像作品でも見えるんだっていうところでちょっと嬉しさもありますよね。桜井さんシンプルに声優さんとしても好きなんでちょっと嬉しいところはあります。タグカードがジャジャジャンとしっかりとタグカードも付属しているところが嬉しいですね。コレクション性が高いですね。ウルトラマンとメフィラス星人が戦っているお写真で、このスチール写真有名ですけれども、メフィラス星人かっこいいね。ウルトラマン身長40メートル、体重3万5000トン、出身地 M78 星光の国、ウルトラヒーローシリーズ1番つぶらやプロバンダイと
いいタグカードでございます。シンプルだけど集めがいのあるカードですね。背面がこんな感じで、かなりシンプルなデザインとなってます。デザインというか説明ですね。はい。続きましては、シンクファイター、ウルトラセブンでございます。はい。2番、ウルトラセブン。中の底火が見えるパッケージとなっておりまして、ウルトラセブンのスチール写真でございます。当時は600円で買えたんですね。いやー、箱付きで600円か。安いなー。背面がこちらとなっておりまして、ワイドショットを構えているウルトラセブン。かっこいいなー。ウルトラセブン、ウルトラヒーローシリーズと書いてありまして、背面がジャガジャンと、こちらもウルトラマングレートがセンターとなっておりまして、ウルトラセブンとギラドラスが戦っているスチール中心となっております。いいね、ギラドラス、かっこいいな。身長40メートル、体重3万5000トン、飛行速度がマッハ7、ウルトラマンよりちょっと速い。出身が M78 星雲、光の国。光天観測のため派遣されたが、地球を侵略者から守るため戦ったウルトラ選手の中で、最も宇宙に詳しいということで、ウルトラセブン。いや、最も宇宙に詳しいんですね。なるほど。ということで中身を見ていきましょう。ウルトラセブン開封してみると、こんな感じでございます。ジャガジャンとウルトラセブン赤い成形色となっておりまして、こちらもやはり造形がね、まあその90年代らしいちょっとおもちゃ味のある造形ですけれども、かなり筋肉質な造形でかっこよく再現されていると思います。まあテレビ本編に比べるとね、めちゃくちゃ筋肉質感がありますけれども、これはこれでまたかっこいいですね。こうシルバー塗装されていて、プロテクター部分、一つ一つ金色塗装されているところはかなり細かいです。で、お顔がググ。ウルトラセブンってなんかこう、リアル思考でもかっこいいけど、おもちゃっぽさのあるセブンもやっぱりかっこよくて、いいね。覗き穴の部分がこうあるわけではないんですけども、こんなウルトラセブンもまたかっこよくて、ビームランプもしっかりと塗装されてますね。アイスラッガーの部分もしっかりと再現されていて、2000年以降ですかね、このアイスラッガーの穴の部分が黒く塗装されるようになったのは、うん、やっぱこの辺をね、こう、ソフビで一つ一つ抜くっていうのは、現実的に難しいというところでね、2000年以降はこう黒く塗装するっていう処理が行われましたけども、今回シルバーでぐるりと一周塗装されております。よいしょ、背中。もう背中こういう感じのデザインなんですね。ピチーンってピシーンって感じで、もうセブンの背中見るとこう M、 まあウルトラセブンデザイン自体かなりシンプルなデザインですけれども、しっかりと再現されております。ウルトラギャラクシーファイト運命の衝突で、ウルトラセブンがコーチヒロキさんという方が演じられるわけですけれども、ウルトラマンゼロとの特訓シーンとかもあったりして、かなりウルトラセブンの活躍っていうのは多いんじゃないかなと予想されますね。セブン、レオ、ジョーニアスでテクターギアゼロをね修行するわけですけれども、いや、どういう風な活躍になるのか本当に楽しみですね。タグカードがじゃじゃじゃん、ウルトラヒーローシリーズ2番、身長40メートル、体重3万5000トン、出身地 M78 星雲、光の国、ギラドラスと戦うウルトラセブンでございます。寒そう。はい、ということで、今回は、ウルトラギャラクシーファイト運命の衝突公開ということで、ウルトラヒーローシリーズよりウルトラマン、ウルトラセブンのソフビ人形を紹介してみました。ギャラクシーファイト公開までもう少しあるということで、それまでにですね、登場するウルトラギャラクシーファイトに登場するですね、ウルトラヒーローのソフビ人形を紹介して、気持ち上げてごてテンション上げてこうっていうところで、また紹介していきたいと思います。以上、ドラキュラスでした。それでは、バイバイ。